とか1個見つけるの。これ野球テーマとか動物園テーマとかトランプテーマとか、ね、結構あるの。今ね引かれてるのが、うん、蜂やっぱり蜂か、こっちの蜂もね、うん、いいなと思ったんだけど、いいよね、うん、これやったし、うん、これやってみようかな。ちーちゃん、これいい。じゃあ私も伊達さん方式になるので、はい、ちょっと感じてみます。わかりました。もうね、おじさんの顔がね任せて。あ、ここだ。来た。これです。これの、はい、裏もある。裏も裏もあんの？あ、これですね。すいません。めっちゃ笑ってる。あとね、このためにエビを釣ったんだ。はい。エビ釣ってた。エビ釣りのやつにしようと思います。エビを。釣ってます。魚魚魚魚。魚魚エビやで。あ、そうか、エビってなかったっけ。お、この子の、うん、この手に触れた方です。あ、こっちだ。あ、こっちだ。こういう時は番号で決めます。お、八が入ってるの下2枚だね。本当だ。8888入ってる。86にします。はーい。で、お、宝石もう一個行く。ジュエリーのやつに、うん、おー、新しい選び方を。新しい。まずこの4つの列から選んでるかな。あ、ここ指輪がここに反応しました。はい、おお、おなかの、この人ですね。この人の、はい、3番目。お、来まーす。はい、はい、なんか水で入れてて、はい、これ3つですね。はい、3つで、この3つで888からやってみたいと思います。はい、これさ、もう完全にシンプルなんだけどさ、ルールはどうだと思う？ルールは、うん、1個8出たら OK。 OK、うん、よし、じゃあ行きますよ。いけ。数字とお金書いてあるんじゃないかな。お願い8。あ、まずは4が出ました。4です。4は違います。次は行って7。7です。7じゃないんじゃん。8が欲しい。お願い。5。違いました。続いて続いて、あー、8、来い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 。あー、2。お願い。あ、これ8見えなくない？お、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 あー、9でした。名誉。旅で楽しんだエビ釣りです。はい、エビ釣り、なんかある予感ね。なんかあるよね。エビはなんかある予感がする、こちら。エビには縁があるからな。そうだな。さあ、これはなんかとりあえずめくってみようかな。うん、そうだね。まず1番からやっちゃっていいと思う。じゃん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 。まず27、28が来ました。あ、これは同じ数字が左右にあったらってことなんですかね。いや、どうでしょうね。エビ釣れろ、釣りたい、お願いだ。あれ、最後なんか太い数字が出てきたね。太い数字出てきたね。さて、この意味が、この中で若いエビ、ここだね。こことこの線があるね。うん、うん。お、伊達さんが動きました。
左右で同じしか思わないかな。そうなの、うん、だとするならばあるのは、はい、どっちかが多かったらみたいな感じなんだよね。まあ、確かに右の数字も全部大きいね。めいよ熱望熱望ジュエリー。よし最後です。これは絶対に来る。オーケー。これは来る来る来る。あーこれきっと来るきっと来る景色は白く。おや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 。おーなーこの 倍数なんとかも多分削れますよ。でもこれ当たったら倍率がってことか。あ当たってたら2倍だったねよ。いやでも分かんない。よしじゃあちょっと行ってこようか。行ってこよう。はいでは三。メイヨメイヨメイヨお願い。メイヨー。いやルーローハン、はい、大好きなルーローハンいただきます。駆け込んだ。